おはようございます。はい、私の方から今日は特段ございません。どうぞ。失礼しました。幹事社の毎日新聞です。寺田大臣、これまで大変お世話になりました。ありがとうございました。今年1年、ワクチン接種でしたり携帯料金の引き下げでしたり、いろいろあったかと思うんですが、1年間を振り返っての総括と特に思い入れのある、政策や取り組みがございましたらお聞かせください。よろしくお願いします。質問に答える形で恐縮ですけど、本当皆さん1年間お世話になりました。毎週定例会見開いていただくことによって、総務省の動き等々が広く国民に伝わる機会を与えていただきましたことに厚く御礼申し上げたいと存じます。本当に走馬灯のような1年だったわけですけれども、やはりこの1年を振り返ってみていろんなことがありましたが、やはりコロナとの戦い、これが一番印象に残っておりますし、総理筆頭に1日も休むことなく、働き続けた1年であります。で、得体の知れない、ウイルスとの戦いで、やはり人間のか弱さっていうのを本当に思い知ったと同時に、やはりこうした非常事態の時に国としてどうあるべきか、国と地方の関係、そしてまた国家とは何であるか、どういうものであるかということを改めて考え直す機会を得ました。で、特に、総務省は菅総理が4月に掲げられた7月末までに3600万人、65歳以上の方々、希望されるすべての方々にワクチン投与2回接種が終わるという目標を掲げられました。で、当時そんなことできるわけないという数々の各界各層からの意見寄せられたわけでありますけれども、多い時では1日160万回という数をこなしながら、しっかりとほとんど多くの皆さん方が2回目のワクチンを7月末までに終えていただきました。その数なんと9割に上る現在に立っておるわけであります。で、65歳以下の世代の皆さん方についても、もう半数以上の方々がもう接種を終えられているということで、それがしっかりと感染者数に反映されて、昨日はもう全国で1000人を切るといった状況になったこと、これは大きな政策だったのではないかなと思いますし、総務省は1741、また47都道府県とですね、各自治体と連携してこのワクチン接種に踏み切りました。で、この功績というものは私は自信を持っていいと思いますし、自負していきたいと思いますし、また医療従事者やその皆さん方の打ち手が少ないというときに、消防から2400名に上る救急救命士の皆さん方がこれに参画していただいた、本当にワクチンに対しては総務省を挙げて取り組んで、功績を残せたんではないかなということ、これは本当に感謝をしていきたいというふうに思っております。で、また携帯電話料金についても、もう1500万人の方々がこの安いプランの方に乗り換えていただいて、経済効果、家計の負担4300億円が軽減されるという、コロナ禍における家計負担につながる政策を実現できたことは、これはまた国民のためになったんではないかなと思います。今後も公正な競争をもって、本当に消費者のために資する産業となるために、総務省としても取り組んでいきたいと思いますし、また放送通信の分野についても、この時代についてこれる、時代を先読みできる放送通信の在り方とは何なのかということ、これについても今から議論の対象とさせていただくことにも、これは大きなポイントがあったんではないかなというふうに考えております。そしてもう一個は、デジタル改革ですね、これを思い切って進める方向性をつけました。で、ビヨンド 5G に向けた基金を創設して、官民一体となって国際競争に打ち勝っていくんだと、その土壌きっかけを作ったということにも、これは大きなポイントがあるのではないかなと思っております。で、また経済センサスですね、
まあ、こうしたことも新たにやったし、ふるさと納税、そしてまた地方に回帰する、あれ何て言ったっけ、地方協力隊、地域おこし協力隊というものがさらなる充実を図れるように数々の改革を行って、今後さらに地方に向けて人材や資源というものが移りていくシステムを作れたことも、これも思い入れに残ります。でもう一個はですね、やはりまあ、これはちょっと一部残念なことなんですけども、倫理法令違反によって、国民の信頼というものが損ねたこと、これは本当に反省していかなくてはならないと思っておりますけれども、しっかりとその倫理観、自らを律する意識を持ちながらも、やはり今からは官民一体となって、この新たなる時代に挑んでいかなくてはならないわけでありますので、そうしたところをしっかりと一人一人の職員が認識しながら、新たな時代へとチャレンジしていける、まあ、これ教訓を得たということでも大きいんではないかなと思います。もうまだ十分に信頼回復を果たしたと思っておりませんけども、とにかく仕事をすることによって信頼回復を勝ち取っていく、この努力を今後とも推し進めていきたいと思っております。で最後ですけど、マイナンバーカードなんですけれども、国が個人の情報を管理するのではないかというような、まあ、都市伝説が流れたわけですけれども、本当に多くの皆さん方のお力添えで、もう5000万人に上る方々がマイナンバーカードというものを申請取得に至っているわけでありまして、まずはご協力に感謝を申し上げたいと思います。ただ今回このコロナ禍において給付金等々のですね、システム、これが地域によって本当に受給できたり受給できなかったり差が出てきた、まあ、こうした非常事態だとか、そうしたときにマイナンバーカードを全員の皆さん、国民すべての皆さんが持っていただいておればなということを痛感したわけでありまして、さらなるデジタル化が進む中で、行政の簡素化、そしてまた、国民の利便性というものを考えた上でも、これも継続してですね、目標をすべての国民の皆さん方がマイナンバーカードを持っていただけるように、続けて努力をしていっていただきたいと、これを思います。で内閣全体としては、やはりコロナに取り組んできたということと、もう一個は皆さんご承知のように、この逆境の中にオリンピック・パラリンピックを見事に成功させたということは、これは私は歴史に残る菅内閣の成果ではないかなと思っております。この逆行の中にいろんな方々が本当に努力していただいて開催に踏み切っていただいた、まあ、その気持ちというものがしっかりと受け止めていただいて、あれだけの日本選手団が金メダルを獲得していただいた、これは歴史に残る一つの一大国際イベントではないかなと思います。日本人の能力、そして日本人の真面目さ、勤勉さ、精緻さ、そうしたものを世界に示す大きなきっかけになったのではないかなと、こういうふうに考えておる次第であります。まあ、いずれにしましても、もう次から次に仕事から仕事をした1年でありましたけれども、今日お集まりの記者の皆さんはじめ、そして総務省の職員一丸となって、逃げずにひるまずに諸課題に対して取り組んでいただいたことに、大臣としまして心から感謝を申し上げたい。そして私としても政治家として本当にいい勉強の機会を与えられたことに感謝を申し上げたい、このように考えております。ありがとうございました。幹事社からは以上です。各社様よろしくお願いいたします。読売新聞の大月です。大臣1年間お疲れ様でございました。はい、まあ、新しく大臣がにまた新しい方が決まるわけですけれども、改めて今後のですね、総務行政でですね、まあ、期待することであったり期待したい施策についてお聞かせいただければと思います。まあ、非常に幅広い分野を所管する省庁であります。で何と申しますと、まずは地方行政、地方税財政という問題に関してですけれども、やはり地方財政、決して今潤っているとは決して言えません。でその中において、まだコロナの禍において、
地方に活気を見出すためには、しっかりとした行政サービスが安定的、継続的に国民に提供できる状況というものを作っていかなくてはなりません。で、そのためにはやはり掛け声だけではなくて、きれい事ではなくて、やはりお金がかかるわけであって、一般財源総額や地方交付税総額、まあ、そうしたものをしっかりと確保することをまずは次なる大臣にも期待をしたいと思います。また消防につきましても、やはりもう昨日で3ヶ月を迎えた熱海の災害がありました。延べ7000人を超える緊急消防援助隊の活動によって今なお活動が続けられているわけでありますけれども、悲しいかな、地域の消防団というのが毎年 1万人ずつ減っているという状況にあるわけであって、やはり少しでもその地域の皆さん方が、自分の地域は自分で守るという若い方々が機会を持って消防団に参加していただける、そうした環境づくりに頑張っていただきたいと思いますし、やはりそうした災害や国民が危機に迫ったときに最前線で身を顧みずに頑張っていく消防の待遇改善にも常にこれ心得ていただきたいということを希望していきたいと思います。また行政管理、行政評価、統計、こうした問題もあります。今からはもう少子高齢化社会を迎えて、日本もしっかりとした資源というものを有効に使えるようなシステムに変えていかなくてはなりません。ただ単に公平さを追求するあまりに、無駄な資源というものが無駄に投下されることは避けていかなくてはなりません。しっかりと1年間の各省庁の行政というものを 見直して、見返って、顧みて、反省点というものを次の年に生かせる、そして国民から預かった資源というものを有効に活用できるように、努めていただきたいと、このように思いますし、やはり希望的観測ではなくて、これは労働力にしても消費者物価にしても、しっかりとした統計に基づいて、科学的データに基づいて、さまざまな計画というものを中長期的に考えていかなくてはならないわけであって、統計というものに関してもしっかりとさらなる精密さというか、いうのを目指すために常に改革意識を持って頑張っていただきたいと思います。また情報通信ですね、これは先ほどの挨拶にも言いましたけれども、これはもう目まぐるしく進化を遂げる分野でありまして、決して過去の栄光にとらわれず、放送通信の将来の在り方というものをしっかりと見極めながら、新たなチャレンジを惜しみなく全身的にやっていただきたい、このことをお願いしたいと思いますし、持てる技術というもの、世界に冠たる技術というものを今日まで十分に発揮できていたかといえばそうではないと思います。日本の持てるこの技術力というものをしっかりと世界にアピールし、そしてこれは国際的にしっかりと貢献できるためにも、どういう戦略を練っていくか、新たなチャレンジ精神を持って、頑張っていただきたいと思います。まあ、いずれにしましても一気にこう全ての分野、まあ、やらなければならないことは一気にやらなきゃいけないと思うんですけども、まあ、一個一個着実に進めていくことが大事だと思いますし、とにかく緊張感を持って、次なる時代を築き上げていただきたいと、そういうことを新しい総務大臣には期待をしていきたいと、このように考えております。テレビ朝日報道です。岸田新総裁がですね、はい、自民党を生まれ変わらせると言っているんですけども、うん、そうした中で麻生氏を副総裁に起用するという人事がですね、まあ、党内でも疑問の声が出ているというふうに聞いているんですが、大臣、こうした人事について受け止めを、党の人事のことですので、私が答える立場にはないんですけども、テレビ朝日さんを通じて、国民また有権者がどう思うか、そういう問題だと思います。はい、日経新聞の千葉と申します。はい、これまでありがとうございました。どうもありがとうございました。本日岸田新内閣が発足しますけども、うん、これまで菅政権で進めてきた携帯料金の引き下げに関する政策について、今後どうすべきか、どう進めていくべきか、お考えをお聞かせください。よろしくお願いします。まあ健全な市場原理による価格設定というものが、これは求められるわけでありますし、業者間の競争というものがしっかり働くように、
今後とも総務省としてはしっかりと役割を果たしていかなくてはならないと思っております。しかしこの菅内閣で果たした、先ほど申しましたように4300億円の経済効果があったという指数が出ている通り、家計の負担を軽減できた。しかもこれ固定費でありますので、ただ1ヶ月だけの問題ではありません。そして家族全員が今1億9000万台の契約台数を今示しているわけでありますから、そうした面で考えたら非常に国民のためになったのではないかなと思っています。事業者にはやはり国民のしっかりとした貴重な資産財産である電波というものをですね、使っての事業でありますから、やはり社会福祉的な側面というものを考慮しながら国民のために今後とも努力をし続けていただきたい。総務省もバックアップしていきたい、このように考えています。朝日新聞の江口です。これまでありがとうございました。先ほども教訓を得たというお話が一部ありましたけれども、教訓を得たという1日にですね、弁護士ら第三者による情報通信行政検証委員会が、最終報告書を提出して、そこで職員への厳しい指摘も多くありました。で、外資規制違反の調査結果も同じ日に公表されて、一連の問題で大臣が指示した事実の解明と関係者の処分というものはこれで完結できたとお考えでしょうか。ここで一番、倫理法令違反というものはこれ、問題としてしっかりと厳粛に受け止めなきゃならないんですけども、それによって行政が歪められたかどうかということを検証をまずしていただいたんですけれども、こうした総務省職員と事業者との会食等により行政が歪められたとの疑念については、そのような事実は確認できなかったという報告を受けております。ただその過程においてですね、その重要な政策決定なんかについてはちゃんとした記録を残し透明化を図るということを一部怠っていた部分があるわけですけれども、それを指摘されましたし、組織のミッションというものを明確化しながら自由に言える風通しのいい組織というものを作り上げるということも大事であります。そうした5つの指針に基づいた、信頼回復方策というものを自ら策定しながら実行するようご指摘というものを受けたまわったわけであります。で、とにかくこの報告書についてはそれぞれの皆さん方はあらゆる犠牲を払って真剣に頑張っていただいたわけですから、総務省としても正面から重く受け止めながら、これをしっかりと国民の信頼回復につなげていく、この努力はし続けていきたいと、このように考えております。すみません、よろしいですか。ちょっとだけ聞きの残しがあってですね、その関係 で2017年に東北新社の外資規制違反を見逃していた件というのもあると思うんですけれども、ここはやっぱり改めて行政を歪めたとの指摘は免れないということが一時報告を再録する形で明記はされているということ で、これについて総務省はやっぱり当時の担当課長さんらが否定しているという理由で、総務省としての再調査や処分というのはしてないと思うんですけれども、で、法的に限界があるというのは国会でも答弁されてますけども、違反が見逃されたという事実はあって、で、倫理規定違反の調査と比べてやはりちょっと総務省の姿勢が消極的で、十分に説明責任が果たされていないという、これは私の個人の感想かもしれないですけど、個人のお考えだと思います。そこのご見解というのは、はい、どうでしょうか。個人のお考えだと思います。要するに指摘された部分というのはもう解決しているという、もう国会答弁等でその件についてはもうお答えした通りでありまして、現在も変わっておりません。はい、大臣、時事通信の村山です。はい、冒頭この1年間で一番印象に残っていると話された新型コロナの対応では、お話のあったワクチン接種をはじめ国と地方の連携が重要だと感じられることが多かったと思います。今後また感染が拡大することも考えられるわけですが、今後の国と地方の連携の方向性や在り方、課題などについて大臣の考えをお聞かせください。初めての取り組みで、とにかくこのコロナ対策の要というものはワクチンだということで、高い目標を掲げてそれを着実に実現してまいりました。
でこれはあの各自治体との信頼関係協力関係というものが平素から総務省が築き上げてきたゆえにあの一枚岩となってこの多くの方々にワクチン接種というものが展開されたというふうに私は思っております。で何が重要かといえば国と地方というものの信頼関係を常日頃から築き上げていっていく。そしてその地域地域の事情異なるわけですから事情に応じた丁寧なお付き合いというものを心がけて平素からやっていく。これが全ての危機管理そしてまたこういった非常事態に対しての対応に生きてくるのではないかなと思っております。今回、本当に多くの皆さん方にご協力いただきましたけれどもその中でのしっかりと一回総括をして新たに、思い起こしたいろんな知恵とかですね知識だとかやり方とかそうしたことそしてまた反省点も含めて常にあのこうした非常事態に対して国と地方が連携していけるような環境づくりに今からも邁進し続けていただきたいとこのように考えております。以上で会見を終了いたします。引き続き、皆さん本当1年間お世話になりました。ありがとうございました。